ドラゴンマーク特報ライブ。はい、皆さんこんばんは。ドラゴンマーク特報ライブ第15回放送ですね。始まりました。この番組は現在好評発売中の任天堂スイッチ用ゲームドラゴンマーク特報ですを中心にインディークリエイツのいろいろな情報を発信していくエンターテインメント番組となっております。そして僕がこの番組の MC を務めております田中健太と、はい、インディークリエイツの宮沢です。はい、よろしくお願いいたします。はい、さあということで、はい、だいたい2ヶ月ぶりぐらいですかね。そうですね、結構間空いちゃいましたけども、はい、ということでこの2ヶ月の間にはいろんなことがありまして、はい、一番大きかったのはやっぱそうですね、デジゲー博ですね。11月の17、はい、はい、11月の17日に、秋葉原のデジゲー博に、はい、イベントをやらせていただいて、僕なんとゲストでね、はい、お邪魔させていただきました。そうですね、僕も行ってきました。はい、はい、そこでね、盗賊と巫女がプレイできたんですけども、はい、いらっしゃった方いますかね。あ、いますね、来てくださった方。ゲーム博楽しかったですよということで、なんかとても温かいお客さんばかりでですね、本当になんか申し訳なくなりました。いやでもね、なんかいろんなブースの方あって、もちろんいろんなところ、はい、大盛況ではあったんですけど、はい、引き目に見てるのかな、もしかしたらそうかもしれないですけど、もうインティクレイツのブース大にぎわいという、そうですね、大にぎわいというかね、とても楽しんでいただけたみたいで、ね、そうそう、場所もいいところをね、はい、入って会場の目の前というか、そうですね、土正面の、はい、もうずっと人だかりがね、ありがたいことにできてたので、はい、なんかみんなもうガチな人たちばっかりで、うん、いや本当に本当になんか健太さんとのマルチプレイはいいから俺は仕様チェックするんだっていうそうですね、一人でずっとね、ほとんど僕マルチプレイせずになんか皆さんあーみたいな、いやもう本当ものの1時間とか経ったら多分僕入ったら足手まといのレベルぐらいになってらっしゃったんですよね、なんかうんガチですねって、いや本当に本当になんか、はい、しかもあの新キャラクターでせっかくだったらね、はい、マルチプレイしようと思ってたんですよ僕、はい、でもやっぱり新キャラクターで僕先に入るとは言ってもそんなに長くプレイできないじゃないですか、はい、だからもう皆さんが一回プレイされただけで僕を超越していくので、はい、あ、これマルチプレイやるんだったら盗賊でやろうかなってじゃないと迷惑かけるなって感じになってましたね、はい、いやでもそこでね、僕あのなんか来てたユーザーさんにね、なんとプレゼントをいただきまして、公式のこの缶バッジ、はい、この忍びの缶バッジをいただいたりとか、ね、いろいろ話しかけてくれて、はい、本当に楽しい一日を過ごさせていただきました。はい、はい、まあ、なんかね、結構お客さんからの評判とかもいただいたので、うんうん、まあ、それをその意見をもとにフィードバックだったりブラッシュアップだったりをまたやっていこうかなと思っております。そうですね、いろんな意見をね、まあ、はい、あのお意見いただきましたもんね。そうですね、まあ、うん、だいぶ階段部分あるにはあったので、まあ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 、はい、パラメータの部分とかね、いろいろまたいろいろ調整していただいてということで、はい、なんですけども名人、はい、それより、うん、はい、何か忘れてませんか。はいはい、あ、まあ分かってますよ、言いたいことは、はい、この言いたいことは分かってますよっていうやり取りがなんか僕3回ぐらいしたような記憶があるんですけどもうでもね、はい、やっぱりこうそろそろさ、まあ、ね、まあ落ち着いて、まあ、後ほどしっかりお伝えしていきますので、はい、少々お待ちください。はい、なおこの番組はニコニコ生放送、YouTube ライブにてご覧いただけますので、それぞれの視聴環境からコメントやツッコミ、応援などのメッセージをどんどん送ってください。ありがとうございます、いろんなコメント、はい、はい、ありがとうございます。それではですね、最後までよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではではですね、番組進めていきたいと思います。まずは番組冒頭の恒例となっておりますドラゴンマーク特報ですの紹介から。ドラゴンマーク特報ですは最大4人同時プレイが可能な本格 2D 横スクロールアクション RPG です。さらわれた流血の一族の巫女アミカの救出と一族の復讐を果たすため竜の力を受け継ぎ、全く異なった能力を持った皇女、戦士、忍び、魔女の4種類のプレイアブルキャラクターを操作し成長させ、時にはマルチプレイでクエストを攻略するなど独自のダークファンタジー世界で繰り広げられる流血の一族の物語をお楽しみいただけます。そのドラゴンマーク特報ですなんですけれども、現在ダウンロード版とパッケージ版で好評発売中です。ダウンロード版は皇女と戦士がプレイアブルキャラクターとして使用できるベーシックセット、皇女と戦士、もう一つが忍びと魔女がプレイアブルキャラクターとして使用できるエキスパートセット、忍びと魔女の2種類が Nintendo e ショップにて購入が可能です。パッケージ版には特典としまして、すでに配信中となっております追加クエスト流血の里と追加シナリオ流血の盗賊編を遊ぶことができるようになる追加シナリオシーズンパスのダウンロードコードが封入されております。続きましてサウンドトラックについてのお知らせです。
そのドラゴンマーク4ですのサウンドトラックなんですけれども、こちらも現在好評発売中でございます。限定版に同梱されていたサウンドトラックと同じオーケストラ収録されたゲーム中の全楽曲73曲とボーナストラック4曲を収録、さらにトラックノートなどが収載されたフルカラー16ページのブックレットまでついてくるんですよ。続きましてこちら、この番組での初情報ですね。はい、はい、グッズのご紹介になります。先日先ほどもお話ししました11月17日に秋葉原で行われましたイベントデジゲー博にてドラゴンマークト4ですのグッズも発売されましたのでご紹介したいと思います。はい、まずはですねラバーストラップ、はい、こちらですね。これすごいんですよ。これこのラバーストのための書き下ろしなんですよね。そうですね、はい、そうそう。でさらにこれ伝わるかな、目地にもうちょっとキュキュキュッと前の方に行っていただいて、はい、こちら、横にすると分かるかな、ちょっと横にしていただいてもいいですかね。はい、これ厚みがすごいあるんですよ。そうですね、で厚みだけじゃなくてキャラのイラストに合わせてそのアイシングクッキーみたいなね、あの上に乗ってるその色素の部分が分厚さがあってその表情がすごくねこう陰影があるんですよ。厚みが伝わるかな、はい、なかなかすごいですね、しっかり厚みがあって、これそうなんですよ。でなんかね、いろんなゲームだったりいろんなアニメだったりのラバーストラップって結構本当にいろんなところ出てると思うんですけど、はい、このクオリティって本当にないと思うんですよね。やっぱり、薄いねところにこのちょっとだけ乗ってて、ね、こうっていうね、あんまり他のところ悪く言う感じにしたくないんですけど、はい、これがすごいんですよ本当に。分厚くてこうプニ感っていうんですかね、こうプニプニする感じ、なんか触りたくなるプニプニ感が、本当に、はい、そうなんですよね。これ本当にこれ多分800円ですよね、ですね、はい、これ800円って本当にすごいと思うんですよ。クオリティすごいですよね、はい、で、はい、これが4種類と、はいはい、4つですね、はいはい、4種類ありまして、続きまして、はい、アクリルキーホルダー、こちらがですね1種類多いんですよ。4種類のプレイアブルキャラクタープラス、アミカかな、ちょっとアミカがいない、あ、こう持ってらっしゃいます ね、 ですね、はい、こちらのアクリルキーホルダー全部は1人で持てないんですけど指を、はいはい、あ、そうだ、そうそうそう、ここ俺画面に入っちゃうと俺の顔が認識されてピントフォーカスがね合わないのでちょっと画面から消えます。はい、ミコですね、やっぱり注目は、うん、こちらはねミコがありますから、はい、はい、ということでね、ただいまって、はい、はい、こちらのグッズにつきましては今コメントでね、流してくださった方もいらっしゃいますが、インティーダイレクトにて取り扱いを予定しております。詳細が決まりましたら改めてお伝えさせていただきますのでしばらくお待ちください。はい、はい、続きましてアップデートの情報のお知らせになります。はい、ここからはじゃあ名人お願いします。そうですね、はい、わかりました。はい、ではまずはじめにですね皆さんが気にされているであろうアップデートパッチバージョン 2.2.0 についてですけれども、これまでの放送で、10月上旬の配信予定とお伝えしていましたが、配信が遅れましたことをお詫びいたします。ご紹介ございませんでした。ませんでした。ユーザーの皆さんには、本当にお待たせしちゃうことになりましたが、ようやく配信の準備が整いましたのでもう間もなくしたら皆さんにお届けできるんじゃないかなと思っております。言い切っちゃって大丈夫です。大丈夫ですっていうやり取りもこれだいぶ何回かやった気がするんですけど本当に信じちゃいますよ、期待しちゃいますよ。まあ大丈夫ですよ、はい、結構ねこだわり派だったんですよ。なるほど、偉い人が、うん、すごいめちゃめちゃこだわって武器設定してたり、まあ、結果ちょっと遅れてしまった、まあ、でもその分ね素敵なものが仕上がっているということですから、はい、ちょっとと見るかどうかは人によると思うんですけど、うん、遅れてしまってすいませんという申し訳ございません、はい、まあ、でももう完成したとの完成です、はい、マスターロムってやつを提出してあるので、うんうんうん、はい、もうあとは決まった時間が来たら配信されます。おお、はい、それがいつか楽しみですね、はいはい、もうこの偉い人のポチすらいらないという、あ、もうその時間にもうタイマーで、あー、はい、じゃあ今その時を今か今かと待ってるわけですね、はい、大丈夫です、地球が滅亡とかしない限りは大丈夫です。おお、はい、素晴らしい怖いですかねこの番組、言霊ありますからね。僕ちょっと大げさに物事を言う癖があるなと最近思って、いやいや、まあまあでもあとは待つだけですよということで、はい、ポチンすらいらないというねコメントを流れてますけど、はい、確定は素直に嬉しい、はい、はい、ありがとうございますということで、じゃあ僕も含め、皆様ユーザーの皆様一緒に楽しみに待ちましょう。はい、はい、じゃあ、改めて、バージョン 2.2.0 の更新内容について紹介していきます。はい、お願いします、はい、
おさらいになるのですが、はいはい、新規契約流について、うんうん、はい、工場は、土流、土の流と契約することができるようになります、うんうん、ドラゴンスキルが土属性に変化します。ドラゴンショットおよびドラゴンキャノンの挙動が変化します、うんうん、まあ、ショットがバシュって言って毒ガスがブシュって出る、うん、あれ前にマーク4ライブやった時だいぶ強かったんですけど、うん、あの調整をしていった段階であかんって持ち上げちゃった。他の属性の 1.8 倍ぐらいの火力が出てる。いや 1.8 倍は割と壊れてますねであダメって思って、うんうん、あの前ってブシュって言ってガッ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 って5回当たってたんですけど、うんうん、今だいぶ調整して、まあ、攻撃力も下げたんですけど、うん、ブシュッガ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 ッてなる。あ、ちょっとゆっくりに。だから動き回る敵には全弾当たらない。はいはいはい、ただ止まってる敵に対しては強い。ああ、なるほどなるほど、はい。感じになりました。うんうん、はい。で、あとドラゴンキャノンの消費 DP と攻撃力が大幅に、減少します。あの前にも放送で言ったと思うんですけど、ドラゴンキャノンがバーってショット打つやつが、うん、まあ、そんな強くないけど燃費がめちゃくちゃいい。うんうん、はい。で、まあ、こう上下にぶわーっと操作できますよ、まあ、たくさん使えるようになったということで、はい、いいことですね。そうですね、うん、まあ、燃費の良さがある種特徴っていう、うんうん、はい、次ですね、木竜と契約、あ、戦士が木竜と契約できるようになりました、はい、木竜と契約するとバーサク中の物理攻撃力の上昇量がちょっと少なくなります。うん、はい、まあ、だから物理攻撃をするべき属性ではない。なるほど、はい、でバーサク発動時に DP を消費するようになります。どういうことかというと、うん、うおーって発動するじゃないですか、はい、あの瞬間にゲージがゴリッと減ります。あー、発動時にがっつり減って、はい、そっからも徐々に、そうですね、そっからですね、バーサク中の DP 消費も激しくなります。ほうほう、あのじわ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 、じゃあ逆にこの子は燃費がちょっと悪くなったと。そうですね、ただですね、バーサク中でも敵を攻撃した時に普通に DP が溜まります。あー、じゃあ常に攻撃続ければ途切れることなく補給できるとか。はい、だから、まあ、ヘルスピードを上回る勢いで殴ってれば、うんうんうん、むしろプラスになる。あ、なるほどなるほど、はい、感じですね。で、ドラゴンタックルの攻撃力と消費 DP が下がって、うんうん、まあ、タックルの移動距離がすごく短くなります。で、その代わり、予兆時間が最速です。あ、今までの属性と比べて、もうなんていうかですね、ノーモーションタックルみたいな。ノーモーションタックル、吉田沙保里選手ですね。そうですね、無敵な感じしますね。もうそれはもう人類最強じゃないですか。あまりにもリーチが短すぎてですね、これタックルじゃなくて鉄山鋼なのではっていう。なるほど、ドンみたいな。はい、でもタックルとしてのね、そのなんていうんですかね、オブジェクトを壊せたりとかっていうのはできますね。そうですね、まあ、射程が短いだけで出はめちゃくちゃ速い、まあ、攻撃力もすごい低いんですけど、うんうん、でも速いってことを生かせば、その敵をスタンさせるのにとても向いている。テクニカルな感じでいいですね。もう使いやすいタックルでガンってスタンさせて、めちゃくちゃ強いスマッシュを叩き込んでください。はい、でドラゴンスマッシュの攻撃力と消費 DP が増えます。なるほど。でドラゴンガードの消費 DP もちょっと増えてバリアが小さくなります、うん、まあまあ、お伝えした通り、そのドラゴンスマッシュ特化型ということになります。次ですね、忍びが金竜と契約できるようになります、ドラゴンスキルがマルチロックオンするようになり、周囲の敵を巻き込むようになります、ホーミング手裏剣の攻撃力が低下して、1体の敵に対して、まあ、属性によって何発飛ぶかが違うんですけど、金属性の忍びは2発ずつ立てますと、はい、ホーミング手裏剣の消費 DP が減ります。燃費はいいです、うんうん、はい、ドラゴンフットの攻撃力が、地属性に比べてちょっと低くなります、うん、これちょっと低くなるって言うんですけど、そんなに低くないです。おあの一時期ですね、あんま強くなかったんですよ、金属性しなくて、うん、強くするとぶっ壊れるって思ってたんですよ、うん、でうん、なんか弱くて誰も使わないぐらいだったら、ちょっとぶっ壊れて強い方が面白いかなって思ってあの今金忍び社内一番人気です。おお、これは忍び使いの僕としても嬉しい情報ですね。攻撃力そこそこで、とにかく全ての敵を麻痺させまくるので、はいはい、マルチロックしましたね。そうですね、うん、でも手裏剣ビャーって投げてると敵がみんなしびれるので、へえ、気持ちいい。まあ、忍びさんありがとうってみんなが動けない敵をボコボコにするっていう感じで、結構いい感じになったんじゃないかと思いますが、うん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 、強すぎたらどうしよう。いや、強すぎる分には僕は構いません、忍びなんで。はい、そうですね、ロックオンコンボの途中でもドラゴンフットを繰り出せるようになります、はいはい、金属性と同じで即ドラゴンフットです。もう情報修正しかないですね、忍びは。そうですね、嬉しい。はい、斜め上方向にドラゴンダッシュができなくなります。あ、唯一ね、ここ3方向できたのが、うんうんうん、上できなくなります。メックぐらい、はい、で空中でジャンプが3回までできるようになります。おー、いいですね、はい、
次ですね、魔女は火竜、火の竜と契約できるようになります。まあ、魔女はすみません、いつも通りです。非属性魔法の強化の呪文を1回入力しただけで2段階強化されますよっていうのと、ドラゴンインプット中に非属性魔法を打つと燃費がいいですよっていうのと、詠唱した非属性魔法の保持時間が増えますよ、逆にそれ以外 の魔法の保持時間減りますよ、はい、で、非属性魔法を敵に当てた時の DP 回復量増えますよ、あと使い魔ですね、使い魔が攻撃属性が非属性になります。使い魔の攻撃回数が減ります。その代わり連射がよく効くようになるので、近場でバシ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 連射すれば結構ダメージになります、はい、使い魔の射程距離が伸び、移動速度が速くなります。今言った通りです、はいはい、で使い魔の攻撃力高いです。でドラゴンインプット中すごく攻撃力が上がります。うん、はい、まあ、ドラゴンインプット中普通魔法打ちますけどね。はい、次ですね、はい、ここからは、結構新規の情報が、まあ、最近ですね、その偉い人が武器のデータを完成版これで決定っていうのを出してくれたので、そこからうわーっと最終調整をしたんですよ、はい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 、急いでもう少しでも早く遊んでほしいので、早くうわーって調整したんですけど、その結果結構調整項目が多いです。新規の調整項目が、はい、戦士弱いですよね。今の戦士、いや本当に戦士ね、愛して使ってくれる人には出た人には本当に申し訳なかったなと思っているんですよ。もっと早く、弱いのは分かってたんでもうちょっと早く強化してあげたかったんですけど、今回だいぶ強化します。まあ、だいぶね火力足りてないんで、相当火力上げないといけないなと思って、ただ単純に攻撃力上げるだけでもきついなと思ったので、だいぶいろんなところ調整してます。まずチャージ切りのチャージに必要な時間が短くなります。劇的にではないんですけど、まあ今までチャージ切り1回しか打てなかったところ、頑張ればギリ2発入るみたいな、はいはいはい、ぐらいの短さにちょっとなってます。まあ、体感はできるレベルの速さかなとは思います、ね、はい、チャージ切りを敵に当てた時の DP 回復量が増えます。結構増えます、どういうことかというと、戦士ってバーサクしてると基本的に DP 減ってっちゃって、あるタイミングでどうしてもゼロになっちゃうんですよ、特にソロでプレイしてると、でしばらく DP 稼ぐためにバーサクなしで戦わなきゃいけない時間があって、その間の火力ってどうしても落ちちゃうから、もうなんだろう、バーサクしてる時ってどうせ DP 稼げない、 DP 稼ぎ役にはなれないので、じゃあバーサクしてない時ぐらい DP もうちょっと稼げていいんじゃないの、ということで、まあ、バーサクが維持できていない時間が減るように、常に今そのバーサクしている状態が、はい、なるべく維持しやすくなるようにします。はい、全ての契約流において、まあ、火と氷と金と新しい金において、ドラゴンガード発動に必要な DP の量を減らします。あ、これは嬉しいですね、はい、これは ドラゴンガードを維持するのに必要な消費ではなくて、発動の瞬間にゴリッと減るのが減ります。だからやばいって思った時にパッて使いやすくなります、はい、で水流契約時、水ですね、青い選手の時にドラゴンタックの予兆動作がちょっと短くなります、使いづらすぎた、はい、水流契約時のドラゴンスマッシュの予兆時間を少し短くします、まあ、これは、まあ、長い割には長いから強いではあったんですけど、まあ、もうちょっと短くていいんじゃないかなと、短くします。火流火ですね、赤い戦士の時、バーサクをしてると結構な勢いでゲージがニューって減ってたのを、DP が減っていたのを維持するのに、まあ、必要な DP 量を少し減らします、まあ、DP の減る速度が遅くなります、はい、火流多いですよ、フルチャージドラゴンタックルですね、あの3段階にガンってなった時のバーンって、溜まった状態、はい、あれの移動量がだいぶ増えます。だいぶ増え、まあ、体感できる増え方をすると思います、だから画面の端から端までぐらいはいきます、はい、おお、それすごいですね、はい、火流契約時ドラゴンスマッシュのエフェクトの数が増えます。なんだって気がしますけど、あの、ブンって振ると火柱が3本バンバンバンって出るじゃないですか、火属性の形って、あれが4本になります。あ、じゃあもう判定が単純に増える、単純に、まあ、攻撃力は高くないんですけど、あのヒット数が単純に3本から4本になってるので、あれ1本あたり5ヒットぐらいするんですけど、はいはい、4本ってことは15ヒットから20ヒットになるので、なんかそう考えると強いですね。めちゃくちゃ火傷させやすくなります、はい、で当たりもう1本はその通り、でもう1回火竜の、ドラゴンスマッシュの消費 DP をめちゃくちゃ減らします。半分ぐらいです。あのどうせですね、燃費が良かろうが悪かろうが火力を出したいときはタックルするんですよ、火の戦士って。じゃあスマッシュ使いたいときってどんなときって言ったときに、火傷させたいとき、火傷させるためだけに2メモリも使いたくない、から燃費良くしようっていうんで、だいぶ燃費良くなりました。はい、次金龍ですね、
金龍契約時ドラゴンスマッシュの消費 DP これも減らします。はい、すごい強化されてますね。はい、まあ、でもこれね、全部今までドラゴンほぼドラゴンスキル系の強化じゃないですか。物理攻撃なんですよ、足りないのは。なるほど、はい、そうですね。なので、物理戦士のモーション値というかその基礎攻撃力とか物理攻撃全般すべての攻撃力を 1.11 倍にしてます。はい、1.11 倍というとピンとこないと思うんですよ。なんか それだけっていう感じですよ。でも消費税だと思ったら結構高いですよ。はい、で 1.11 倍、これ大したことないんですけど、うん、これ本当に微調整のために増やして 1.11 倍で他の部分でもっと強くなってるので、うんうん、後ほど紹介しますね。なるほど、はい、はいはい、次ですね、これも戦士向けのかなりほぼ戦士向けの調整なんですが、うんうん、多くのボスモンスターほとんどのボスモンスターのスタン受付時間、赤く点滅する、はい、今タックルするとスタンしますよっていう時間が伸びます。だいぶ伸びないやつもいますが、短かったやつがだいぶ伸びます。次にスタン成功した時、ガーンって気絶させた時のボスが動けなくなる時間が伸びます。これも、伸びないやつもいるんですけど、伸びるやつは最長で3秒ぐらい増えます。はい、次スタン受付のタイミングを見切りやすくします。あんまり詳しく言うと、なんか攻略方法の話になっちゃうんですけど、いつ赤く光るかわからんよっていう敵がボス結構いると思うんですけど、なんか見切りやすくなる、次やってくる気がするみたいな。はい、なんか一応、ね、ランダムじゃなくて、ある程度ルールに従ってボスは行動を選択しているので、よく観察してれば多少見切りやすくなるんじゃないかなと。なるほど、はい、スタンしやすい、スタン取った時のリターンでかい、殴り放題だから攻撃チャンスが増えることによって火力上がりますよっていう側面もあります。はい、次ですね、忍びのパラメーターを調整します。はい、ロックオン空中斬り、ザッザッザッズババババッ、最初の 1,2,3 発目の DP 回収量が増えます。なるほど、結構増えます、倍以上です。おー、はい、それは嬉しい。ロックオン空中斬りフィニッシュ、膝蹴りですね、あれの物理攻撃力を結構上げます。結構、元が小さいんでね、上げてもあんまり体感しづらいんですけど、上げます。はい、次火竜ですね、弱いと言われている忍びの火竜ですね。ホーミング手裏剣の消費 DP を減らします。1メモリーいっぱい1ヶ月たびに1メモリー減ってたのが4分の3メモリーになります。はい、火竜契約時、ドラゴンフットの消費 DP 減らします。これも嬉しい、3メモリー使ってたのが 2.5 メモリーぐらいになってるはずです。はい、火竜契約時空中でジャンプできる回数が1回増えます。これでかくないですか。でかいはずです。これでかいですよね。はい、火竜ってね、空中で2回ダッシュできないっていう代わりに強い攻撃力高いっていう、やつなんで、ダッシュできる回数増やしてバランス取っちゃいかんだろうと、これで、ジャンプの回数増やすんならいいんじゃないっていうので、そういう調整をちょっとしてみました。だから、いざっていう時の一応なんとかなる感はちょっと増えるんじゃないかな。はい、次ですね、全ての契約竜、木、土、火、今回新しく追加される金もそうなんですけど、ドラゴンフット、ホーミング手裏剣両方、基礎攻撃力をグワッと上げます。グワッと、だいぶ上げます。はい、これは嬉しい調整ですね。そうですね、ちょっとね、高レベル帯では火力足りなすぎてしまう、ドラゴン技の火力が足りなすぎるのでちょっと上げました。ただですね、これ単純に上げていくと低レベル帯で強くなりすぎるっていう問題があって、オープニングのエクルスがフットで一撃で死ぬみたいなことになりかねないので調整難しいんですね。かといってですね、高レベル帯の装備品のパゲティをグワッて上げたりすると、なんかそれはそれでですね、敵のドラゴン技が一切効かなくなるっていうバランス崩壊を招くので、そんな感じでちょっと苦労しております。はい、はい、パラメーターのキャップを300に上げます。おお、やり込みやった。あ、そうかそうか、キャラクターの、そうですね、レベルキャップも80に上げるんですけども、あとパラメーターのキャップが300に上がります。はい、結構パイエティとか積みやすいんですけど、150とか積んで源とかってガブって飲んでこうブーストすると200で止まっちゃってたのを、最近200超えるようになってきたので300にしました。はい、次ですね、敵の属性に対して有利な属性の魔法で攻撃すると余ダメージが増えるようになります。敵の弱点属性の魔法でドンって打つとダメージ増えますよって前にちょっとお伝えしたと思うんですけど、1. 何倍かに増えます。はい、でただですね、これやった結果ですね、敵の弱点とか考えなしに一番効きそうな属性でばらまいてれば敵が勝手に全部死ぬっていう、それはどうかっていうバランスにちょっと向かってしまったので、逆に苦手な属性、火属性の魔法を水属性の敵に当てるとか、効かない属性の敵に魔法をバンって当てちゃうと同じぐらいダメージ減ります。だから強弱関係気にして遊んでくださいねと。はい、別におかしな話では多分ないと思うんですけど、はい、っていう感じです。
はい、次です。敵の挙動の調整をしました。結構急ぐぞ。はい、コーラムシです。コーラムシ前回とかの配信でちょっと挙動を変えましたって言ってたんですけど、マスターロム提出後にちょっと意図せぬ挙動をしている部分があることが判明してしまったので、まあ、今後のアップデートで修正していく予定です。まあ、その際ですね、もうバージョン 2.2.0 で今度今夜か、バージョン 2.2.0 のロムの状態よりも、なんでしょう、その修正した結果若干手強くなっちゃうかもしれないんですけど、うん、すいませんご了承ください、はい、なるほど、はい、ちょっと強いコーラムシの時期がいると。まあそうですね、一時的にすごく弱くなるんですけど、これが本仕様じゃないです、ごめんなさい。なるほどなるほど、はい、はい、次はマンドレイクですね。スタン時間が伸びます。はい、低レベル帯において、本体が攻撃を行った後潜るまでの時間を延長します。低レベル帯において、ダミーのボディが、まあ、トラバサミ飛ばしてくると思うんですけど、うん、あれの発射間隔が遅くなります。まあ、なんていうか低レベル帯のマンドレイクは魔女殺しなんですよ。今さら低レベル帯とかやらんしって思うかもしれないですけどこれから始める人もいないわけではないので、まあ、もちろんもちろんね、はい、マンドレイク、低レベル帯マンドレイクをちょっと手加減してもらいました。うん、はい、次、スマヒコです。行動選択率を調整しました。例のですね、スタン取りやすくなるよ、見切りやすくなるよってやつですね。はい、突進攻撃の予兆をほんの少しだけ伸ばして、コンボ攻撃、まあ、コンボ攻撃ってスタンできる攻撃なんですけど、うんうん、コンボ攻撃来るだと思ってスタンさせたらタックルダーンってタックルしに行ったら、コンボじゃなくて突進だったって時に、あ、やべえって言って避けるのが間に合うように調整しました。うん、はい、スタン成功時のスタン時間も伸ばしました。うんうん、はい、次エクースですね。まあ、エクース系の敵です。エクースの見た目してる敵全部、うんうん、スタン成功した時のスタン時間を伸ばします。うん、はい、次オーガプリンス、老期の傀儡、頭脳での用心棒、まあ、オーガプリンスの見た目してるやつですね。うんうん、スタンさせた時のスタン時間を延長します。はい、次ですね、老期の傀儡、これはネームドモンスター、リトゥスオーボに出てくる方ですね。うん、魔法耐性を少し下げます。毒によって与えるダメージを増やします。うん、以上です。ツノオレの用心棒、これは試練の洞穴に出る方の、MM のモンスターのオーガプリンスですね。で、毒耐性を低下させます。毒入りやすくします。毒によって与えるダメージが増えます。魔法が効くようになります。うん、HP 下げます。物理攻撃効くようになります。うん、まあ、めんどくさいあいつ、まあ、いろいろあったんですけど、さすがにね、物理攻撃全然効かないのどうよと、うん、いうので、まあ、今がっつり効くようにはならないんですけど、まあね、まあ、結構効くようになります。はい、次です。白神の挙兵、HP 下げます。以上です。クトゥルフ、毒耐性下げます。毒入りやすくなります。毒によって与えるダメージ増えます。うん、はい、結構ですね、毒効くようになってる人多いです。毒強いですね。はい、なんか話聞いてるとね、なんかですね、工場の新属性が毒だからっていうわけじゃないんですけど、うん、毒もうちょっと強くしていいんじゃないって調整した結果、追加される属性が工場の毒が毒な工場がすごいなんか生き生きとしているっていう。なるほど、ただでさえあの人強いのに。はい、で、クテルフ、スタンの受付時間、赤く点滅する時間が大幅に伸びます。はい、スタン成功時のスタン時間も伸びます。混乱シェル、ブシューって言ってガスになるやつ、あれのガスの消えるまでの時間がちょっと早くなります。結構ですね、スタンガンガン狙えるようになるので、ステルフで戦士戦うのちょっと楽しいかもしれないです。はい、次、雷管スロープです。出た、はい、回転瓦礫飛ばし攻撃、ギュ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 ポンと飛ぶ、あれの挙動をちょっと変えます。戦士が背が高いせいで避けづらいっていうのがあったので、戦士デメリットだわけじゃないですか戦士で調整すべき攻撃だったなこれと思って、うんうん、ちょっと優しくしました。なるほど、はい、疲労値の蓄積量を調整し、まあ、あんまり細かく言うとネタバレになるのであれです。スタン赤く点滅するタイミングを見切りやすくなります。今までも法則性はあったんですけど、仕様を知らない人にとってはランダムにしか見えないっていう、分かりづらすぎるっていうので、だいぶ分かりやすくします。なるほど、観察してれば分かるはずです。はい、次です。ツインドラゴンですね。毒耐性下げます。また毒です。毒、毒によって与えるダメージが増えます。まあ、なんかね、毒なんで強くしようって思ったのかって話なんですけど、もともとですね、格上の自分がレベル20の時にレベル100の時毒で倒せるぜっていうのがまずいんじゃないって、まあそうですよね逃げてりゃいいじゃんみたいなのがあったんですけど、うんうん、ちょっと考え方チーム内で変わって、うん、で時間かければ倒せるのは別に良くないっていう、あどうせそのハクスラってやつじゃないですか、うんうん、このゲーム結構同じクエスト何回もやるのに効率が悪い攻略方法で
攻略できてもまあ別にいいんじゃないっていう、でちょっと洞窟強くしましょうっていう、存在価値高めましょうっていう方針になりました。はい、ツインドラゴン引き続き、高レベル帯においてスタン受付時間を伸ばします。このゴチーンパーンってやってくれるわけですよ。あれのゴチーンの時間が伸びます。まあ、あのですね、高レベル帯だとゴチーンの時間めちゃくちゃ短くてですね、あのソロだとスタンできないんですよ。なんでまあ、あのスタンできるようにします。はい、次人流です。やけど耐性低下します。毒耐性低下します。状態異常が効きやすくなります。はい、スタン成功時のスタン時間も伸びます。次です、トニトルス、毒耐性下げます。スタン受付時間を全レベル帯で延長します。あのヒュッて降りてくる攻撃の降りてきた後ピタって結構となります。はい、なので降りてきたところでタックンで気絶されてスマッシュスマッシュって2発ぐらい打ってくれれば、まあ、大体死にます。はい、アスラドラゴン、火属性のアスラドラゴンですね。やけど耐性低下します。毒耐性低下します。スタン成功時のスタン時間伸びます。以上。はい、バシス、スタン成功時のスタン時間伸びます。全体的にスタン時間は伸びてる感じですね。はい、もうスタンさせて殴れという感じですね。はい、アミカですね、アミカが召喚するドッペルゲンガーっていうあのプレイヤーの分身が、あれね、なんかいつまでだっても消えないなと思っててなんか食らうまで消えないんだけどと思ってたんで調べてみたらすごい長い時間消えないってなってたんで割と逃げ回ってればすぐ消えるようにしました。はい、やけど耐性を下げます。つぼみに入ってブヤって飛び回ってボカーンって爆発する攻撃が終わった後ちょっと動かない時間が増えます。はい、アトゥルム第一形態、まあ、アトゥルムですね。やけどは効くようにします。毒が効くようにします。試練の洞穴に登場するアトゥルム、まあ、ちょっと特殊な個体なんですけど魔法耐性を下げます。まあ下げるというか普通に効くようになります。はい、スタン受付時間を伸ばします。スタン成功時のスタン時間を伸ばします。以上です。はい、アトゥルム第二形態、毒耐性下げます。毒によって与えるダメージ増えます。凍結も効くようになります。あ、もともと効いてたんですけど効きやすくなります。腕の名称を変更します。腕あのニューって出てくるんです。はいはいはい、あれ腕らしいんですけど今まであれ攻撃するとあっチンアトゥルムって名前が出て、はいはいはい、あってなるっていうあれ回復したみたいな感じになっちゃうからのであのアトゥルムアームブルーとかアトゥルムアームイエローってなります。はい、高レベル帯の各種攻撃前の予兆動作伸ばしました。あの口ぐわっと開けてる時間が伸びます。高レベル帯のドラゴンブレス、あの横向いて火バッバッバッって打つやつの発射間隔が少し伸びます。まあそうですね、魔法試練の洞穴に登場するアトゥルム、新アトゥルムの魔法耐性下がります。ボスが召喚するアームニュンっていう出てくるアームに毒が効くようになります。これ毒すごく効くのでぜひ試してみてください。毒強いですね。はい、あの何でしたっけ、アトゥルムってあの発狂っていうかスフィア出てきた後って行動早くなるじゃないですか。行動早くなると口開けてる時間が減りすぎて忍びがもう遠くから手裏剣を投げるしかないっていうあれどうなのっていうのは割とずっと思ってたんで、スフィアが出た後も口開ける時間は早くな短くならないようにしました。はい、はい、次ですね、暴走状態のリバリス、片腕竜になってるドラゴンドラゴンみたいなリバリスですね。攻撃していくと各種パラメータステータスが上昇していっちゃうんですけど、例えば物理攻撃当てると物理耐性上がるぞって感じなんですけど、逆に魔法とかドラゴンスキルとか当てると物理耐性下がるみたいなシーソーゲームで上がったり下がったりするんですけど、これが下がりやすくなります。はいはいはい、既存のクエストレベルにおいて HP ちょっと下げます。ちょっと硬すぎました。はい、毒によって与えるダメージがちょっと増えます。これちょっとだったはずです。はい、高レベル帯において竜巻攻撃、あれが2回やってくるか3回やってくるかランダムっていうのをちょっと偏らせました。はい、次ですね、装備アイテム系の調整です。はい、これ重要です。多くの斧系の武器、の物理攻撃力を情報修正します。だいぶ強いです。数値上だけで見ても 1.5 倍はいってるんじゃないかな、一番強いやつ でさっきの 1.11 倍とかと掛け算で増えるので、あ、じゃあもう戦士だいぶ愛されたと、はい、そうですね。でそれだけじゃなくいろいろ上がります。はい、次ですね、多くの、魔導書の魔法攻撃力を情報修正します。まあ、魔導書もですね、でもアカシックレコード強すぎ問題、はいはいはい、でアカシックレード弱くしたので、その分魔法強くしましょう。魔導書の物理攻撃、魔法攻撃力が情報修正しています。はい、次ですね、いくつかのアクセサリーのパラメータを情報修正しています。まあ、これはいくつかだけなんですけど、個人的にはですね、結構このアクセサリーも強い、このアクセサリーも強い、迷っちゃうな、どっちつけようかなっていうバランスのゲームが好きだなとは思ってるんですけど、いくらなんでもちょっとこれ死にすぎてるっていう装備がいくつか、まあ、あるので、
これどうかちょっと上げさせてくださいって言って、何でしたっけ、契約のバッジとかかな、やけど耐性がプラス何パーセントみたいなやつが、うんうん、いや貴重なアクセサリー枠1個使ってプラス 45% とかいらんわってなるじゃないですか、うん、あれ絶対おかしいですって言って、プラス 100% とかになるようにしてもらいました、うんうんうん、それでも使うかどうか際どいと正直思ってるんですけど、まあ、うんうん、今よりだいぶマシになったんじゃないかなと思います、うんうん、はい、他にもちょいちょいいくつかアッパー修正されてるものがあります。なるほど、はい、アカシックレコードのパラメータを下方修正します。まあ、これは仕方ないですね、まあ、これは実際に触ってみてほしいです。多分ですね、暗黒章の時のようなもう使い物にならないみたいな修正ではないです、うん、普通に使える範囲の強さになります。はい、晴天のアビリティを、下方修正しました、これごめんなさい、特定の敵に対しては今までより強くなるように調整したいですって言ってたんですけど、僕の願望であってですね、その通りになるとは限らないという、うん、なるほど、はい、なんかその調整ダメじゃねって言われてしまって、はい、じゃあ普通にすみません、ごめんなさい、単純に、アスラッシュに対するアスラッシュ特攻プラス 100% がプラス 50% に下がりました、うんうん、ごめんなさい。はい、魔法攻撃を物理攻撃に変換した、まあですね、まあアカシックレコードですね、使った時のダメージ計算式はちょっと変わります。まあなんていうか、レベルが60ぐらいの時のアカシックレコードめちゃくちゃ強いんですけど、レベル80ぐらいに行くと言うほど強くない、まあ強いんですけど、うんうんうん、っていうので、いやさすがにちょっとっていうので、どのレベル帯でもふさわしいパラメータでいけばふさわしい強さになるようにちょっと計算式変えました。なるほど、はい、道中の宝箱の中身を調整し、レアドロップ率を大幅に上げ、レアドロップ枠を引けなかった場合でも良いアイテムが出やすいようにします。大事なことですかね、ただこれ道中です。はははボスのドロップじゃないです。なるほど、道に落ちてる宝箱の中身です。はい、ですね、まあなんかこのゲームってすごく強い伝説の装備以外いらんって思ってる人が多分多いと思うんですよ、うん、で道中から出る宝箱の中身なんていらないよって思う人も多分いると思うので、でもですね、それを性能をアッパー調整するっていう案もあったんですけど、個人的には結構そういう調整が好きなんですけど、まあそれどうなんていうのもあって、じゃあせめてですね、ふさわしい、そんなに性能が強くないんだったらそれにふさわしい入手難度にしようよって、簡単に手に入るべきだよで、めちゃくちゃ出やすいです。はい、道中のドロップ宝箱から、単純に例えばなんたらの腕は5が欲しいなって言って出る率も上がったし、なんたらの腕は5が出なかった時、外れだった時も今までって外れを引くとコーテスの腕はプラス1とか、はいゴミみたいなのが出たんですよ。はいはい、外れですよ、帰ってねみたいな感じのが出たんですけど、分かりやすく外れだったら、なんとかの腕はプラス5を取りに行って外れ枠引いたけど、なんとかの腕のプラス4が出るみたいな、なんか努力が報われるようになります。はい、次ですね、追加された高レベル帯、まあ例えばオーガの砦とかレベル70、80、90が追加されていくんですけど、そういうクエストに行ってくれると、まあ、今まで全然出なかったような装備品が、まあ、当然高レベル帯なので出やすいように、なってるので、今まで装備全然出ねえよみたいなの頑張ってください。今のボスドロップの話ですね、まあ、ボスが落とすドロップ品レベル70、80、90に行ってもらえれば、今まで全然手に入らなかったよってものの、が結構いい感じのドロップ率出るので、うん、ぜひ遊んでみてください。はい、あ大変でした。はい、すいません、長くなりました。はい、という内容です。はい、いやでもユーザーにとっては嬉しい情報ばかりでしたね。あだといいです、はい、コメントもさっきからチラチラと見させていただいてますけど、はい、皆さん喜んでくださってるので、はいはいはい、まあ、今まで紹介しましたのはアップデートパッチバージョン 2.2.0 での対応予定の事柄ですので、紹介では何々しますっていう言い方をしてましたけれども、各種変更調整修正につきましてはすでに対応済みの状態でロムを提出して配信を待つだけなので大丈夫です。もう変更はないです。これはこの時間が来たらということですね。はい、そうですね。なるほど。それでは、ですね、じゃあ、まあ、そうですね、じゃあどうしますかね。アップデートがどんな感じになったか実際にロム見る時間ありますかね。一クエストいきますか。いきますか。はい、いきますか。それでは行きましょう。はい、それでは、早速ねゲームプレイがいけるかいけないか瀬戸際でしたけども、いけるということで、今日はどこに行きましょうね。じゃあ僧侶の最後ですかね。僕募集しますよ。はい、お願いします。お、見つからない。よいしょ。ちょっとね、ワイヤレスマイクの関係で。あ、いけましたね。はい、
はい、で、交流の最後、はい、ちょっと時間ないから割と簡単めのところにしておきますか。じゃあどうする、ですね、45ぐらいでいいか、はい、はい、瞬殺かもしれない。今回ですね、プレイヤー側の装備結構ガチめにしてきたんですよ。時間ないかもと思ったんで、なるほど、ガチ装備にしてきた結果瞬殺だったらごめんなさい。左ですね。間違えました。はい。速く。速く。あ、間違い。いや、戦士物理火力だいぶ強いと思う。それマジ、工事に比べたら全然ではあるんですけど。結構試練の凍結の新しく追加した90回から100回とかもソロで結構いいとこまでいけるんじゃないかなぐらいの物理火力は。あるのでカエルが溶けた。はいはい、45ですし、ね、まあまあそうですよね。でツインドラゴンのスパンの受付時間が伸びたよっていうのを見せようかなと思って。いや、あんまりやりすぎちゃうと。そうですね。あ、ごめん、あ、大丈夫です。ちょっと離れちゃったから。今でもちょっと映ってましたね。スタンの時間が長かったという、まあ、早く決めすぎて長かったのか短かったのかよく分かりませんが、じゃあ次のところを出してくれるかな。めちゃめちゃ食らってますね。取っちゃいますか。まあ、インサイトは倒せちゃうんですよ。あっさりじゃん、確か。レジストは廃止です。はい、や、この火力だったらヤドカリいるところをゴリ押しで進めてしまいます。ヤドカリの道避けましたけど。避けてなかった。間違えて迷い込みました。俺迷子ですね。すごい勢いで忍びが画面外に飛んでった。襲われたのです。なんとかこう僕が見えるところにいないといけないので。そうですね。はい、あ、こう、はい。よし、これでとりあえずマスキングします。ああ、溶けた。早い。こんなに強いとは思わなかった。相当にもあんな顔しますよ。ボボ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 。急ぎすぎ。大丈夫か。まあ、でもあのスタンしやすくなった時間が長くなりましたよっていうのは見せられましたよね。はい、はい、もう1個いきます？もうこれやめときますか。そうですね。でもタックルの速いのも見せられましたね。そうですね、うんうん、はい、めちゃくちゃ速いです。で僕のジャンプも見せられたんだろうかというところですけど、はい、そうですね、はい、マルチ6はなかなか見せづらかった。すいません、ちょっと敵がそもそもたくさん出るところにも行けず、まさかここまでボスが簡単に倒せるとも思わず、まあでもね、いい感じでね、はい、高速の感じで倒せましたけども、はい、ということで、そうですね、はい、残りの時間がちょっとね短くなってきましたので、はい、ここからはドラゴンマークとコーデス以外のインティクリエイツの商品、関連の告知をさせていただきます。まずはブラスターマスターゼロ2の紹介から。ブラスターマスターゼロ2は任天堂スイッチ用ダウンロード専売ソフトとして現在任天堂 e ショップにて好評配信中です。
そのブラスターマスター02に新たなプレイアブルキャラクターとして白き鋼鉄のイクスの主人公アキラで遊べるようになるダウンロードコンテンツの配信が決定しました。これもデジゲー博でね、はい、プレイやってましたよね、はいはい、プレイされてる方すごいたくさん並んでくださってましたよね。こちらがですね、ブラスターマスター02の世界でアキラがどんな風に活躍するのか、紹介する VTR ですね、用意させていただきましたので、はい、まずはそちらをご覧ください。インディークリエイツとサンソフトが送るサイドビュープラストップビュー混成探索アクションブラスターマスター02に白き鋼鉄の X のアキュラが参戦。アキュラの多彩な X ウェポンを駆使して迫り来る敵を撃破するのだ。そして頼れる相棒バトルポットロロは本作でもサイバーディーバとなってアキュラをサポートしてくれるぞ。アキュラの機動性を駆使してトップビューもサイドビューも駆け抜けろ。天元無限自由創然ブラスターマスター02 DLC プレイアブルキャラクターアキラは11月29日発売。12月12日までの2週間はアキラを無料でダウンロードできるキャンペーンも実施中。気になる人は今すぐゲットしよう。はい、ということで、今見ていただいた通りですね、 DLC プレイアブルキャラクターアキラクロム白き鋼鉄の X は、今週の11月29日2日後ですね、2日後金曜日から、200円税込みで配信されます。しかもですね、今映像にもありました通り DLC プレイアブルキャラクターアキラクロム白き鋼鉄の X による2作品のクロスオーバーを記念しまして、 DLC の配信開始日11月の29日から12月の12日までの2週間の間はなんとですね、無料でダウンロードできちゃうというブラスターマスター02、そして白き鋼鉄の X とのコラボキャンペーンを行っちゃいます。さらにはですね、 Steam でもブラスターマスター02が配信されることになりました。配信開始はこちらもアキラの DLC と同じ11月の29日ですので、 Steam 版は最初からアキラくんで遊ぶこともできます。Steam版の価格は997円税込みなのですが、こちらは、なんと発売日の11月29日から12月5日までの期間は 10% オフで購入できちゃいます。今画面に出ているコラボレーションキャンペーンは12となっていますが、こちらの Steam 版の、割引は12月の5日までですので、お間違いないようにぜひ 10% オフでご購入ください。はい、新しいプレイヤブルキャラクターのアキラくんが追加されたりですね、Steam でも配信で、プレイできるプラットフォームが増えますので、まだ遊んだことがないよという人はぜひこの機会にプレイしてみてください。はい、これいいですよね。そうですね、だから今のうちにこの12日までにはぜひともね、はい、はい、これもかなりの人数デジゲー博で並んでいただきましたの で、 そうですね、それがいよいよお家でプレイできると、はい、なんかぶっ壊れに強いっていう噂を聞きました。そうなんですね。僕それプレイまでできてないんですよね。はい、なので配信が楽しみです。さあ、ということでそのブラスターマスター02のサウンドトラックなんですけども、現在好評発売中です。本作のゲーム内で使用された楽曲全37曲に加え、前作ブラスターマスター0のアップデートで追加されたバトルブラストモードの楽曲バトルブラスターズもボーナストラックとして収録されています。ジャケットは夏目裕二さんによる、書き下ろし、イラストやゲーム中のドット絵などもふんだんに収載されたフルカラー20ページのブックレットも封入されています。はい、続いての、お知らせは、ガンボルトシリーズの最新作であり、新しいシリーズの始まりでもあるタイトル白き鋼鉄の X が任天堂スイッチ、プレイステーション4、Steam で現在好評発売中です。はい、Xbox One 版につきましてはもうそろそろ動きがありそうとのことです。なるほど、はい、これも楽しみですね。はい、お待たせしてしまってすみません。いや、はい、その X の最新情報をお届けする番組ガンボルト情報局も配信しておりますので、そちらもぜひ見てください。はい、以上各種のお知らせでした。はい、さあ、ということで今回の放送もそろそろ終わりになってまいりましたね。はい、うん、今回どうでしたでしょうか。すいません、口が滑ったって話。いや、まあね、余計なこと言いました。気づいてる人いるのかな、今この時点で。まだちょっと時間ありますからね。はい、はい、何のことか気づいた人います。
いない、大丈夫です。問題ないです。全く問題ない。はい、全く問題ないです。ということでですね、名人。はい。肝心なことを聞いておりません。何ですか？はい。アップデートパッチの配信日ですよ。はい。はい。言ったような気がします。ごめん。ネタバレですけど、台本上、あれ言いませんでしたか？言ってませんよ、なんですけど、言いましたね。言いましたね。完全に言いましたね。あっていう一人だけね、あの一人だけかな、わかんない、僕が拾えたコメントは一人だけなんですけど、ええ、拾ってらっしゃった方いました ね、 もうその後の名人のテンパりっぷりがもうね、こんなことを目上の方に言うのも申し訳ないですけども、可愛くて、いやでもですね、まだちょっと多分まだ予想が、まだわかんないですよ、はい、でもアップデートパッチ、バージョン 2.2.0 の配信日時なんですけれども、はい、2019年、はい、19年ですね、はい、11月、はい、27日の22時、22時は言ってませんもんね。言ってないですもんね。22時ってもう6分、はいはい、6分後ですよ、もうちょっとジャストぐらいで放送終われたらよかったですね6分後かな、はい、はい、ですのでね、今のうちにですね、いや皆さん、まあ、もちろんね、タブレットだったりパソコンだったりで見てくださっていると思うんですけども、落ち込みすぎ大丈夫、はい、はい、ということでね、皆さんすぐにですねスイッチを出していただきまして、まだ配信中ですからね、切らないでくださいよ、はい、はい、今のうちにスイッチを起動してアップデートできる準備をしてください。なので、はい、あと本当に5分少々で今お話ししたそのアップデートの状態で、皆さんプレイしていただくことができますので、はい、はい、まあ、本当にねお待たせしちゃいましたが、本当にあと数分で多分配信されるはずなので、はい、ですので、はい、もう僕より早くプレイできますね。僕家帰んないとできないので、はい、僕も家帰んないとアップデートできないんで、はい、ということで、はい、あ、でも本当に皆さん喜んでくださってますね、はいはい、はい、発表できて嬉しい限りです。ぜひアップデートして遊んでください。うん、でももう本当にあれですよね、なんかユーザーとしては嬉しいアップデートばかり、そうです、ね、まあ、強いて言うならそのアカシックレコードぐらいでしたけど、まあ、はい、あれはねっていう感じな部分が、ね、はい、強かったじゃないですか。まあ言ってですね、魔女多分だいぶ強くなります。あの新武器やばいっす。うーん、はい、大丈夫です。ということで、うん、はい、はい、若干のネタバレがあってちょっとお茶目な名人が見られましたが、はい、ということでですね、間もなくアップデートになりますので、はい、ぜひ遊んでみてください。はい、ということでですね、今度こそ終わりの時間がやってまいりました。それではですね、次回の放送は、変更があるかもしれませんが、現時点では、12月の11日を配信しております。12月の11日を配信しております、配信予定しております。それではですね、12月の11日まで、もうカミカミじゃねえか。俺もカミカミかよ。クソ。声枯れてるしな。なんで声枯れてんだろう、はい。途中から声枯れたんだよ。今日名人とか喋ってますもんね。なんで俺が声枯れてんだよ。意味がわかんない。はい、ということで、はい、12月、もうやだ。12月11日に、配信予定しておりますので、その日まで、お待ちになって、またお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。はい、バイバイ。ありがとうございました。